えー、今回の無料のビットコインですけども、昨日の動画でも上げた通りね、この報酬というところをちょっとやってみようかと思います。こちらですね。で、ここタブをクリックすると、このような画面がまずはね、出てきます。そして、一番下の50%ボーナスのあたりからスタートしようと思います。償還ってのを押しますね。で、次なんですけども、同じページの報酬というところで、まあ別の ステーションがあるんですよね。そこのステーションの、今度は、1ロールあたり1枚のチケットという一番下のところをとりあえず召喚とてのをしました。はい。で、えーと、次です。一度にいろいろできますからね。今度は、同じページ、報酬というところになりますけども、これね。今度は、あこれですね。1ファントークンロールってやつで、この106、えー、RP。これをクリックしました。 で、さらに、こちらですか。4つ同時にやったわけなんですけども、今度は、同じ報酬というね、ページですね。こちらの方から、1 wo, f, スピンパー o ール r っていうところで、こちらを召喚と押しました。この4つを押すとね、どういう風になるかっていうと、いつもの画面がこういう風に付け足されます。ね、ここにちょっと下の方にルーレットからでしょここに、 アクティブボーナスが50%無料 BTC ボーナスはあと23時間57分48秒。だからつまり今、たった今スタートしたんで4つ残り時間が書いてあります。で、アクティブボーナスが4つステージスが開いてるってことになりますからね。まあこれで何が起こるのかを検証しながらやっていこうと思います。はい。で、次にこれが見れるのが、えっ、ー、と、これかな。 今こうなってますねあと30分ほど経つとこの4つがそれぞれ解放されてプラスこちらのルーレットも回せるようになりますんでこれがどうなるかなってことですよね現在がこちら18409ビットコインですからこれがどのペースで増えていくのかちょっと楽しみにしようと思いますちなみにここはなんかあるかなあ,あまだダメですねはいまあ仕上げをごろじろです はい。えー、あれから1時間経ちました。えー、ビットコインは18409ということになってますね。で、下の方ぐーっと行きますと、あと22時間、何がしということで4つ出ています。ね。これ、はチェックマークできるのかな違うか。はい。それで、このルーレットが回せるようなんで、ちょっと回してみますね。何かいいことあんのかなあ、あんまり、 いいことないですね。特にね。何だったんだろう。まあこれはアクティブボーナスが切れたときに分かるのかな以下のキャプチャーを入力してロールボタンをクリックすると1時間ごとに200ドル相当の無料ビットコインどこをキャプチャーを入力するんだろうね。何でしょうね。特に。 クリックするところは見当たらないんですけどもうんここなんかねチェックマーク入れられそうな四角なんですけど何もできないなうん何だったんだろうこれはどうかなあこれダメですねまあ今できるのはこのぐらいですかうんアクティブボーナス何とかかんとかうん 公平性が証明されたハイローゲーム。あ、これか。これやりたくないんだよね。まあ、いつかトライする日も来るでしょう。はい。テラモンでございました。え、1時間経ってこんな感じです。18410になりました。